ジャニって元ジャニのプライドがあった。俺こんな人でも売れないんだって思った。あの振り付け師がどうこうとかっていう話をしようと思ったら全然嘘だったこんにちは、ゆみとチャンネルです。今日はなんかゆみとさんが街録チャンネルっていう YouTube に取材を受けたみたいなんで、その裏話っていうかどうだったっていう感じの話を聞いていきたいと思います。街録チャンネル見た？街録チャンネル見ましたよ。俺の知ってる限り、ね、ちゃんと本当にやらせじゃないし嘘ついてないなっていう、まあ、この前女性自身はい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 、出てさ、出ました。街録チャンネルって言って、もう毎回こうツイッターで連絡いただくの。いただいてますよね。俺毎回嘘かなと思うよねドッキリが冷やかしかなと思うんだけど、前回女性自身のね、元ジャニー特集みたいな感じで出させてもらった時も、今回の街録チャンネルもね連絡いただいて、マジでさ、ありがたいというかさ、まあでもやっぱそれだけ知名度あるってことっすよね。見てる人は見てくれてんだね。どんどん知名度上がってきますよ。だってローランドショーがもう100万登録超えてて、街録チャンネルも超えてて、もう100万登録の YouTube 2個出てるんですよ。確かにね、最高じゃないですか。だって状況的にはそうだね、うん、だから実際台本ないんですよね。そう、台本なしでカメラ持って撮ってる人がいて、はい、こんにちはみたいな。本当にこのでっかいカメラ持ったまま街中で話すって感じで、スタバ買ってきてくれて。買ってきてくれたんですか？コーヒーね。優しい。コーヒー飲めないけど、まあ、はい、飲んだんですよ。コーヒーもあって、はい、今までの人生を話すって感じ。そんな感じでしたね。まあちょっと街録チャンネルをどんなのがあるのかなと思って、深田恵美さんとかもまあ見て、あ、結構長いんだって。1時間ぐらい。そうそうそう、1時間ぐらいだから、なんか先にこのさ、長く話すのにさ、どういう手順で話そう、話した方がいいのかなとかって考えてたけど、すごい掛け合いがね、やりやすくしていただいて楽しかった。俺と違って手ぶれもねえしすげえかかれてたよ。すげえかかれてましたねこんなでかいカメラ持ってて手ぶれしねえのすごいですよね。いや、そうだよね、うん、やっぱプロだなって、うん、だからよくその引き出すのは、はい、あ、これはね、ホストのも大事だけど会話引き出すのはうまいな。まあやっぱ質問がうまいですか、差し込み方が。そう、会話が広がりやすいでしていただいて、動画ね、もらえました。三谷さんでどんな人でした？優しい方だった。どんな人が来るかも分からなかったから、緊張がほぐれるような、ね、はい、感じでできた。よかった。あ、そうだ、街録チャンネルのリンク貼っとくんで、ぜひ見てください。40分ぐらいの動画だと思うんですけど、街録チャンネルっていうのは今までの自分の人生を振り返ってみた、振り返ってみたいな感じで、まあ主にジャニーズジュニアの時の話とか、ホスト始めてからの今みたいな、大体そんな2分割で動画撮ってもらいました。今前半はほとんどジャニーズの話で、嘘とかじゃないんだ、あのチャンネルで言ってることは。もちろんもちろん。え、カットされたシーンって結局あるんですか？全くないか。全くないですよね。ほぼワンカメというか、うん、連続で撮ってて、うん、編集というか、なんか切ってるところはないね。ないですよね、うん、すごいですよね、なんかそのままフルでいくっていうのは。俺らなんてね、うん、2時間ぐらい動画撮ってさ、10分とかの、10分とかさ、わけわかんない話始まって、うん、急に雑談の方に行って、ようわかんない悪口やってみたいなとかやってたら使えねえなとか。何が嬉しいって、うん、元ジャニーズですっていうのが知られるというか、元ジャニーズだっていうのを知ってもらうきっかけが増えたんですよ。あ、増えたっすね。そこのピックアップっていうか、なんか元ジャニーズだからホストで売れたっていうのも、ホストで売れたから元ジャニーズっていう部分をピックアップしてもらったみたいなところかな。そうですね、まあ、その辺のその自称ジャニーズだと元は違うんでね、うん、そうだよ、うん、本物の元ジャニーズなんで。この前元ジャニーズだっつってた人とロスの人と会って、俺知らなかったから、はい、どんな現場だったんですかって話をしてたりとか、はい、あの振り付け師がどうこうとかっていう話をしようと思ったら全然嘘だったんだよね全然通じなかったんですか？通じなくて、俺は嘘だっていうのが多分多いんじゃない。え、店舗名出さないで名前もピーするんで誰ですかてか多分嘘だもんね、俺。あの人嘘だと思います、うん、そんなジャニーズに入るのにプライドがあるんだったら入んねえだろ確かに、もっと有名でいくだろっていう。いや、そうじゃね、そう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 、本当に俺ジャニーズだってこの気持ちを、ジャニーズで悔しい思いをした、屈辱的な思いをしたなんだよ、なんでだろ。だから、あいつの元ジャニーズなんですよ。元ジャニーズ嘘、うん、さあ関西で N から始まるね、はい、人が、これがちょうど入店した時に行って、本当にジュニアの中で超有名な人だった。それが店舗が映ってっていう超有名ジュニアがいたのよ。でも最後当時組だったのよ。へえ、やめちゃったのね。もう全然もう雲の上すぎる。俺こんな人でも売れないんだって思った。ジュニアだって超有名だったんですよね。超有名。へぇー。マイク持ってるジュニア、マイク持ってるジュニアって本当にもう一握りなんだけど、はい、うわ、こんな、ね、ホスト残酷なんじゃないけど、ホストって、まあ、実力主義ですからね。いや、こんなことになるんだって。使う能力が多分全然違うんですよね。だからびっくりした。その人が売れないな、売れなかった
った原因ってユミトさん的には何なんですか？シンプルに顔がねイケメンじゃない、まず俺は見た感じ。あ、そうなんですか。俺は、いや、わかんない、なんかこんなのもあれだけど、そんなイケメンに思わなかったし、なんで売れてんのかなみたいな。あけど、まさかそこまで落ちるというか、こう下る、まあ、掃除組にはなんねえだろっていうのあるっすよ、うん、だからホストってマジ難しいなと思った。うん、ちょっと外録で仲いいジャニーズの同期がどうたらって言ってましたけど、うんうんうん、今でも連絡取ってる人っているんですか？あ、いるもちろん。え、なんかそういう人チャンネル呼んでコラボとかしないんですか？やめたジュニアだったらね、いいかもね。あ、現役はちょっとまずいですね、規約的な。さすがにね。だから元ジャニーでジャニーズの時にの思い出を話すとか。え、それいいっすね。それ多分他にできるホストいないんで。まあそうだね。その動画上げたいっすね。元ジュっていうんですか？元ジュ、やめじゃに。やめじゃに、うん、なかなか撮れないですからね、うん、そんな貴重な歴史的資料になるんで。この逆にもうめちゃくちゃ悪いのは、元ジャニって元ジャニのプライドがあるんだよ。え、いやどういうことですか？本当にあるんだよ。なんか TikTok とかにも多いんだけど、元ジャニを全開出す。ああ、死ぬほどしがみつくの。あ、慶応第一志望じゃなくて東大落ち慶応みたいな。そうメンチカもそう。メンチカもジャニーズの曲を踊りたがるライブで。失ってしまったブランドを今でも心に持ち続けてるやつ。そうお前はもうそのブランドに所属してないのに、いつまでも引きずってるやつ。いや結構多いよ。多いんですね、うん、俺がさ元ジャニーでさ外録出たって前そんないじることもできないの。そうっすね、出ちゃったからな俺。俺だからあんまこんないじれないけど、元ジャニーってマジで俺ジャニーズだからって多い。へえ、じゃあ多い。やっぱりジャニーズにいた時の高揚感というか、これ結構正直なことね、ジャニーズにいた時の満たされてるし、だから変な話だけど東京ドームとかに出すと錯覚する人もいると思う。あ、俺ってすごいやつだって。あー、俺はジャニーズというブランドの一員なんだっていう。そう、人生の中で捨てきれない気持ちはまあちょっとわかるかも。自己顕示欲と自己承認欲求がでかいんですよね、もともと。だからそこで満たされた承認欲求にもう届かないのよ。うん、確かに。やめてから気づくよ、自分の力じゃなかったって。そういうの、それ深いっすね。本当にそう。俺が今、俺がこんな頑張ってて、はい、俺がこんな売れてるのに、なんだこの扱いとかって、例えば黒沢さんのローラーさんに思って、もうやめっぴっつって他のグループ行ったとしたら、はい、多分その時はその時で、今気づけないだったら、このグループありきの自分だったら、多分遅く気づくんだろうね。気づくっすね。だから自分はジャニーズっていうものに守られてたから、ジャニーズってもののスポットライトと舞台があったから、輝いてた。今で言えばローラーのグループがあるから、輝いてたってことに対して、認識が甘くなっていっちゃう。まあ、ジャニーズ入ってよかったなっていうのは、はい、ある意味ホストの業界である程度結果残せてきたから、ようやくその承認欲求と劣等感を今更なんかさないし。でも生まれつきなんすよね、多分人間みんな。ホストやるやつで承認欲求弱いやつが多分そういないんですよ。売れないよな。やっぱきらびやかになりてえとか、キラキラしたいと思ってなかったらね、承認欲求失った瞬間に多分売れなくなりますからね。てかその外録チャンネルのやつ見て思ったんですけど、あれいつでしたっけ、なんかちょっと今より太ってません？いやそう、あの時の方が7キロ太って、大きな仕事出てデブだって言われて傷ついてやつだな。あ、じゃあもともとデブだったけど。もともとデブで傷ついて傷ついて痩せたんです。そうそうそう、だって身長180センチあるんだけど、はい、78キロだった。78キロだったんです。だから今身長何センチ？俺163で体重が45なんですよ、うん、で163センチだとしたら、はい、60キロだったよ。デブっすね。でしょ。確かにだったの。ああ、それで傷ついて傷ついて1日300キロにね。あ、まあこれは細かく今度の動画で話すけど、で、はい、痩せた。ユミトさんが唯一聞くコメントってデブだってことですよね。そう、アンチの皆さん、ガチのアンチの方はちょっとデブってコメントしてたらいいです。それは傷つく。唯一傷つくんで。そのコメントはね、削除する。あとね、覚えてるコメントはね、嫌いなタイプだけど見に来ちゃった。ああ、でもそれはなんか嬉しくないですか？そう、なんか覚えてる。そのなんか複雑じゃね。でもまあ何度も言えないなと思ったけど、裏返しじゃない。好きなタイプって僕たち実はそれ結構覚えてる。逆にさ、俺のコメントなんとかで何か覚えてることある？ユミトっていう、ハテナから。あれはな、あいつ元気にしてるかな。あいつ元気にしてるっすかね。あいつまたコメントしてほしいですね。ちょっとコメント最近の、例えばルームツアーからちょっと。だからさ、結構さ、いいコメントしかないんだよね。いや、いいコメントしかないですね。なんか、自分のちゃんと見てくる人がいい人すぎちゃって、はい、思ってたらあれと違うよ。意外と意外と。なんかこう、レスバトルとか、うん、ムキになってね、ムキムキしてレスバしてくるぐらいのやつがいるから。いや、そう、いい人ばっかすぎちゃってさ、どうしようみたいな。そうなんですよね。困ったな。俺が覚えてるコメント、カメラマン関係で言うと、カメラマン毎回悪口に誘導してきておもろいみたいな。あー、それ結構多い。それ結構多いですね。高評価。高評価。おいおいおい。
あとなんかカメラマンとユミトさん仲良くてなんか面白いみたいな、うんうん、多いよね。結構さ、はい、動画撮るの慣れてきたよね。慣れてきましたね、俺らもね。もう前はさ、カメラの前一人で話すのってキモみたいな何回撮り直しましたっけ、一発目、ね、どうかなってユミトさん撮っていや、どうって言われてもみたいな感じなんですけど、今もうね、ほぼ大体一発で撮れるじゃないですか。話が長くなっちゃうよね、毎回。逆にそうっすね、今は話が弾むからよく話すことあるよね。確かに自分で思うんだけど外録、他の人はさ、いろんな人見てるけど、この自分でね、言うのもあるけど、よく見つけてくるなって人多い。あ、確かに。だからその、有名どころは分かるんですけどみたいな、捕まえてくるってよく出たのもあるし。いや、まあ確かに。かできれば外録見てた人同士とコラボとかしてみたいけどね、ほんと。だから俺の中でジャニーズでうまくいかなかったことは劣等感だったから、それを使ってさ、注目を浴びるきっかけになったのが良かったわ。良かったっすね、マジで。ジャニーズ入ってなかったらまた違ってましたからね。いや、そうだよね、うん、入ってたからこそこういうブランディングっていうかできるっていうか、ローランドショーにもね出れて、そうだね。っていうことで、まあ外録チャンネルユミトさんがね出たんで、まあ、ちょっといろいろ聞いてみた回でした。そうだね。まあ、あの外録チャンネルまだ見てない方はリンク貼っておくので、よかったら見てください。今回はジャニーズジュニアだったことが結構特集されてたので、近々ジュニアと対談する動画を撮ってみようと思うんで、そうですね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。お願いします。じゃあ今日も動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。またねー。